はい、じゃあ、正しいハニートーストの切り方ということで、はい、切ります。2人でこう、別室なのみたいな、はい、そうですね、先ほどの作業で、根元の部分が切りにくいので、はい、根元の部分を一気にいきます。あ、一気に、あ、でもそれはナイフで入る部分、これ以上届く、まずそこから順番に、リモコンの具合が少々悪いということで、あ、注文用のリモコンが少々悪いんで、申し訳ございません。いえいえ、一つずつすぐ新しいものを持ち出します。はい、お待ちください。ちゃんとしてますね。そうですね、ご注文もですね、手元から、はい、申し訳ございません。了解です。すぐ新しいものを持ち出します。はい、そのリモコンが効かないんで、そうだっていう、どんどん何も説明せずに、ああ、そうですね、これはもう、あとでテロップでつけるんです、うん、これはもう、テロップがアフレコだ、アフレコ、書いてない、あの、切れてるところをね、あの、こうやって、あの、投げ倒していきます。なんか、あれで、あの、辻君が一人一役で、あの、先生とは先生のアフレコを上に乗ってるのも、少しずつずらしながら、どうして回しながら切ってるのか、なんか、やそあるでき、あの、切りやすいところから切っていかないと、住んでる駅から、上の駅まで大変なことになりますよ。あの、道中、全部車窓をね、ハニトをみんなが手でちぎると、土台部分だけ残るんですよ。なるほど、そうですね。それは結局、味わいがないパンだけが、そうそう、あの、そこの部分だけダメな例だわ。あー、ここにダメな例だわ。こういうのが残りますよ。みんな、上だけ食べるので、美味しい上だけ食べると、どうしてもね、この部分だけ余るので、なるほどね、見えなくて、根元の部分を切っていくっていうのが、これがポイントです。元の部分ですね。あと、取り皿があると、こう、一つずつね、こう取りながらやれるように、そうですね、分けながら、上を乗っけながら、半端ね、うるさい、左下に何か本当に来ない、そして、失礼しました、はい、ここで大きくなる、ね、赤ちゃんがここで、もう完全にぐずぐずです。そうですね、なんで今日は本当に大変お待たせしました。こちらご利用ください。ありがとうございます。こうやって根元を切ると、そう、いつもでも結構ね、はい、めっちゃ落ちてますけど、めっちゃ落ちてますよ。オレンジがガンガン落ちてますよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。これが、でも結構ね、これをこう一個ずつ分けていくと、そうですね、はい、いい感じと、あ、ありがとうございます。この間全部切り分けたと思っても言っていけない。はいはいはい、ありがとうございます。これがハニトマ、切り方でした。イエーイ、ハニトマスター。